だからね、こいつと3本勝負してボコボコにしてやります。めっちゃ早い。夏の匂いがずっと嫌いだった。夜はすぐ終わっちゃうし、君の期待もきっとなくなって、僕は抜け殻になる。はい、皆さんどうも、マキピロ君でございます。ジュンです。おい前ちょっと買ったからってお前ちょっといい気になりすぎちゃうか。もう勝てんやろということでですね、まあ前回3連敗しました。なので今回リベンジマッチです。団子の早食い甘いの得意な。でまあね、今日こそこいつに勝とうと思って今日はねフルボッコしております。よし、ちょ待てや、このままではお前またみんなに待って、どうせマキビル君マキリエルとかねボッコボコ言われるね。俺は今日は秘策を用意した。連星、我は何時、何時は我、いでよドン。よし、おい、行くぞ行くぞ。何どうした、出数がちゃうやろこれ。何が起こった。いや、4つ分やろ。いや、ただ俺連星しただけやから内容量としては変わらん。いや変わるやろ。こらん一つそんな言うほど変わらんやんか。さあないって。いや絶対4つ分やぞ1個。えうん、もとやわからん、わからん。お前、これはお前さすがにお前やりやんやろ。無理。え、やりやんやろということで、はい、じゃあ勝負していきたいと思います。よーいスタート。あれ、びっくりしたね。だよ、チュークの。どうしたんや。すげえ調子こいてますけど大丈夫ですか。いかなくて詰まるこれ。どうしたんや。死ぬわこれ。すげえドヤ顔。うん、こんな。参りましたら聞こえません。え？参りましたか聞こえませんけど、僕の勝利です。参りました。はい、ということですね。無事に私勝ちました。ただ中にはそれは反則やろという方も見えるかもしれません。けど違います。僕は魔法を使っただけです。と言いつつもですね、まあ、今回使わさせていただいた、ギガ団子っていう名前なんですけど、滋賀の名物でございまして、詳しくはね概要欄の方に載っけときますので、よかったらねぜひとも購入してみてください。閉めるか。んじゃねえ。びっくりするわ。それでは皆さん、せーの、いい夢見る。それでは皆さん、せーの、いい夢見る。ビビまあ今ありがとうございます。ありがとう。まあ一口でこんなん言ってありますわ。何それ。なんだかごめん。学校を、廃校になった学校を使った道の駅ということで、これはやばいぞ、うまいぞ。あ、酒バス。なんやこれ、新しいな。
あなたへのおすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは皆さん、せーの、いい耳だよ。おはようございます。ありがとうございます。